魅力的なおかずとか佃煮とか。でん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 。赤が合格者です。てるー。こんにちは、グッピーこずえです。なんと私 R1 グランプリの1回戦に突破しました。ということで、自分へのご褒美のためにいろんな美味しいものとかスイーツとか買って食べたいなと思ったんですけど、なかなかそんなお金もないので、今日はこちらで爆食いしてやるぞ。吉本47シフラン2016エントリー商品試食選考会、イエーイ。というか吉本47シフランって何ってなった、そこのあなた、説明しましょう。今私が所属する吉本は、住みます芸人とか全国各地の自治体や地方企業などと協力して、笑いの力で地方を活性化していくエリアプロジェクトっていうのを進めているんですよね。そんな中で47主婦欄っていう企画は、全国各地の主婦が商品を選んで一般投票や吉本主婦芸人、そして有名バイヤーなどが審査して認定商品を選出します。で、吉本ならではの親しみやすいインパクトのある企画により、その認定商品を強力に PR し、売り上げアップを図ります。全国各地からね、認定商品になりたい商品がたくさん集まっている試食会に参加してきました。ございます。よろしくお願いします。あ、安倍総理いる。すごい。え、これってクオリティは高いとされてる感じ？一応安倍総理公認なので、クオリティ高いとされてる。すごい。第97代で内閣総理大臣安倍晋三と申します。ていうか、なんか今入ってきたんですけど、すごいんですけど、ご飯のゾーンとかもあって、めっちゃ魅力的なおかずとか佃煮とかスイーツとかがめっちゃあります。わあ、すごい。やばいやろ、このゾーン。こんなん絶対美味しいやん。これはすごい。パッケージもめっちゃ可愛いし。まずは一番最初に美味しそうと思った北の一品でした。いただきます。うん、美味しい。美味しい。南魚沼さん、こんなあんま食べれることないんじゃん。なんかもうお米もふっくら。もう塩辛とめっちゃ合う。見てください、これも普通の瓶詰めの塩辛ってなんかちっちゃいじゃないですか。で、見てください、めっちゃでかい。これは函館のやつです。函館武田さんの方はその大きいからか結構味が濃いです。で、もう一個の北の方はちょっとあっさりした感じです。ちょっとの塩辛だけでもう全然一個もない。やばい。これは2番って何なの？まさか漬物ワングランプリちゃん。こんだけお米ありますからね。佐久島行きます。なぜなら本名の名字が佐久間なんです。今からの時間はそういうパターンの時間。いただきます。うん、おいしい。食べちゃいな。うん、これは T1 やわ。漬物界のトレンディエンジェルって感じですね。でも漬物界のトレンディエンジェルは味は薄くないです。ご飯にちゃんと合います。これ食べたい。お、美味しい。評価めっちゃある。これそもそも美味しいやつだ。ほら、よくスーパーとかで見るけど、一人暮らしではなかなか買わへんから、ちょっと食べてみよう。え、美味しいんやこれ。うん、すごい。この梅干しのゾーン、すごいですね。3個ぐらいでいっぱい食べて、2杯、3杯、4杯、5杯皆さん、違いますよ。こっちも梅干しのゾーンですよ。あ、ほんまや。6杯、7杯、8杯、9杯いくよ。これめっちゃ美味しい。でも美味しいよ。絶対です。これは美味しい。ということで、私がこのご飯の友で一番美味しかったのは函館
武田イカ塩辛と水沢観音漬け、こんにゃく鉄砲漬けでした。これほんま欲しい。これなんかこんにゃくの中にごぼうが入ってて全体的にピリ辛で、しかももろみ漬けなんですよ。これほんま美味しい。どこの人が作ってる？あ、群馬県ですね。群馬の方よかったら見つけたら買ってみて食べてください。めっちゃ美味しい。あと47のサイトからでも認定されれば買えるみたいなんで注目です。これも欲しい。っていうかそんなんせんでも動画で使ってくださいって言って商品をこんなにたくさん提供していただきました。でもこれは動画でやる前にどうしても1本食べたくなって1本食べてしまいました。